36代木村章之助、1948年5月16日体は、大相撲の立業時の一人である。木村章之助としての在位期間は、2011年11月から2013年5月。伊豆津部屋所属。血液型は A 型。鹿児島県川辺郡枕崎町大技。枕崎出身。枕崎市立枕崎中学校卒業。 1964年3月、初土俵。実行事26代、木村昭之介の弟子である。長らく本名である俊博を行事名として名乗っていたが、初土俵から実に36年が経過した2001年、1月場所に九大式主ともの基地を襲名した。九大式主官太夫の定年に伴い、2007年、 9月場所より10代式守官隊優を襲名したが、2008年5月場所に立行事に昇進したため、官太優襲名は短期間となった。なお、色守友の基地の名跡で三役格行事に昇格したのは36代昇之助が初めてだった。1985年1月場所、重量格昇格と同時に同場所より番付の書き手となった三代。 木村林之助の書き手助手を15年間務め、2000年、3月場所より2007年、9月場所まで、戦後では6人目となる番付の書き手を務めた。2011年9月場所限りで35代、木村翔之助の定年に伴い、2011年9月29日に、日本相撲協会から、平成23年11月場所より38代、井之助を36代、 木村章之助に昇格させる旨の発表が行われた。若々しい風貌や取り組み時での俊敏な動き、などから女性ファンも多かった。2013年5月場所開催期間中の5月16日に定年を迎え、先週楽結びの一番の横綱白鵬同日馬、富士線の裁きを最後に土俵を去った。 結び終了後に白鳳と伊豆津部屋所属の大関、各竜から花道で花束が贈呈され、49年の老をねぎらわれた。36代、木村正之介、大相撲行事さんのちょっといい話二葉文庫、2014年。ありがとうございます。